中日大補強にファン大興奮。あとはラスボス中田翔さんが来るのみ。中日の大補強来た。巨人中島博之ら4選手獲得にファンは大興奮。中日強いから好き。2年連続再開なのに客は来るし、戦力がいびろっただけなのに大補強とか言ってもらえるとかちょろすぎない。でもハムの輝き星トレードでストーブリーグの主役。お笑い部門逆転されたよね。このゴミ拾いならなお道残した方が良かっただろう。中日スポーツが変えてるのが笑える。来年もバンドは満員やね。やっぱファンは大歓迎なんやな。何時見てるといつも騙されるわ。守備だけで単純に考えるなら山本より山田の方がよくね。そんな嫁のあれがいかんか。戦力外集めて補強になるわけないだろ。現実見ろ。ラスボス中田やとか書いてあるがこれ大本営か。ベテランとゴミ拾いしかないけど、やっぱたくさん得るの嬉しいよな。1年前阿部と強打出しておいて、この補強は失笑でしかない。大補強を嬉しがるファン、中日ファンとは言ってない。阿部強打の放出を若返りとか言って擁護してた連中は今どんな顔してんだろ。若返りやった結果30代と40代がチーム加入してるんだが。ご視聴ありがとうございました。